それや心理カウンセリングセンターの高間忍です。今日はですね、LGBTQ について、ちょっと話そうかと思います。今日ね、話していてて、別の人と話していて、LGBTQ について、いろいろ話をしていたんですけれども、LGBTQ、LGBT とも言いますけれど、LGBT とか LGBTQ っていうのは何かカテゴリーがあるかっていうと、大きなカテゴリーとしてはね、性的マイノリティなんですね。要はね、マイノリティのカテゴリーなんですね。そういう話をしていました。マイノリティなんですよ。マジョリティじゃなくて、マイノリティ。だから、愛着のマイノリティというと、愛着障害ですよね。愛着不全も、マイノリティに入るのかな、ちょっと微妙だと思うんですが、そのマイノリティなんですね。LGBTQ というのは、性的なマイノリティ。ここを、まずね、スタートとして、で、ここをスタートとするとね、次に分類されるのが、そのマイノリティは何のマイノリティなのかということなんですね。で、これ2つにね、分類されます。で、これ、1つ目がね、セクシャルマイノリティね、セクシャルマイノリティ。で、もう1つがね、ジェンダーマイノリティなんですよ。ジェンダーってセクシャルマイノリティって言うと分かりやすいじゃないですか。性的なマイノリティで、分かりやすいんだと思うんですね。で、このジェンダーマイノリティってこれ何っていう話ですよね。分かりにくいし、こうジェンダーっていうのはね、厚労省、内閣府かな、政府のね、サイトでちょっとチェックしてみたら、ジェンダーっていうのは社会的性差みたいな、そんな話載ってましたね。例えば、男子だったら青、女子だったらピンク。これジェンダーなんですね。社会的な性差なんですね。これジェンダーって言うんですよ。で、このジェンダーマイノリティっていうと、これよくわからないじゃないですか。で、これジェンダーに関するマイノリティなんですが、LGBT の文脈でいうこのジェンダーっていうのは、もうちょっと生物学的な性差の言うんですね。要は出生時に割り当てられた性別なんですよ。要はこれ男子、女子。で、その出生時に割り当てられた性別と、性自認との組み合わせをこれジェンダーって言うんですね。で、出生時じゃなくて性的指向と性自認との組み合わせ。こちらも性自認が出てきます。この組み合わせがセクシャルマイノリティなんですね。わかりにくくなってきましたね。だんだんと。だんだんと複雑ですよ。性自認っていうとね、これ、私は男、私は女、どっちを自認しているのか、自分で認識しているのか、これを性自認というんですね。だから、例えば LGB の人はね、これ LGB はね、セクシャルマイノリティに入るんですね。で、 T っていうのはこれトランスジェンダーだから、これはジェンダーマイノリティなんですよ。だから LGB とね、これ T っていうのはこれ違うんですよね。で、もう一つ厄介なのは、これ Q っていうのがあって、これ、Q っていうのは、クエアとかクエスチョニングっていうふうに、言われているもので、伝統的な性のあり方に当てはまらない、性的なマイノリティ、これをクエアと言って、性のあり方を模索している途上にいる、これクエスチョニングって言うんですね。なんだかよくわかんないですよね。なんだか自分は男性なのか女性なのかよくわからない人、
まあ、これをクエスチョニングとかクエアって言っていいと思います。で、LGBT なんですが、LGB までが、これセクシャルマイノリティね、レズビアンとゲイとバイセクシャルね、これ性的指向なんですよ。その性的に感じるの、どっちに性的なものを感じるのか、これを性的指向っていうんですね。男性に感じるのか、女性に感じるのか。で、それと性自認、私は男、私は女、これの組み合わせでセクシャルマイノリティっていうのがこう出てくるわけですね。で、マイノリティじゃなくてセクシャルマジョリティ、多数派は、異性愛ということになりますね。で、トランスジェンダー、これは私はこう男性なのか、女性なのか、まあこう越境してる感じね、これをトランスジェンダーっていうんですね。トランスジェンダーっていうのは、その生まれた時の性別は、男性なんだけど、自分は性自認は女だっていうふうに感じてる。これトランスジェンダーなんですね。女性の場合はその逆ですね。女性で生まれたんだけれども、性自認、私は男だ。これトランスジェンダーなんですね。これをトランスジェンダーって言うんですね。なんかね、分かりにくいですよね、この LGBTQ のね、概念っていうのは。まあ、大きく分けて、セクシャルマイノリティとジェンダーマイノリティがあって、LGB はセクシャルマイノリティに入って、T は、ジェンダーマイノリティに入りますよっていうことなんですね。で、エイセクシャル、アセクシャルっていうのは、これは、なんか昨日は男性好きだったけど、今日は女性好きでよくわかんないな、みたいな人の話ですよね。で、これと同じようにね、エイジェンダーっていうのがね、あるんですけれど、まあ、そこまでいくとなんかもう、よくわからなくなってくるので、この LGBTQ をね、まず押さえておいていただければいいんじゃないかと思います。今日は、ジェンダーマイノリティ、セクシャルマイノリティについて話しました。それでは明日はね、レター返し、ですね。それではおやすみなさい。